じゃないから、君が私を守るから。さあこんにちは皆さん、トミー先生でございます。さあ今日はですね、ボイトレ、ちょっとピアノを使って歌のことをねやっていこうかなと思うんですけども、今日は、ボイトレをする人、そして歌唱する人がもうかなり気になるところ、鼻腔共鳴っていうところ、もうすごいいろんな動画があると思う。で、鼻腔共鳴ってじゃあ何、鼻に響く声っていうのがあるんやけども、私もなんかね意識してそういうのをやったことがなくて、で、ボイストレーナーになってで初めて鼻腔共鳴って、あ、こういうことかっていうのをなんか知った感じ、でも街中にはね結構その鼻腔共鳴の人たくさんいてて、ちょっとこう洋服をねこう買いに行った時に、いらっしゃいませ、いかがですかみたいなね、聞いたことない。で、私は、お買い物してて、そういう声が聞こえてたら、なんかそういう感じに思ってた。でもこれを勉強してから、あ、もしかして、いらっしゃいませ、どうぞ、あ、めっちゃ似合う、めっちゃ可愛いとかって言ってんのって、あ、すごい鼻腔共鳴の持ち主やなとね思うようになって、そんななんかこうねチッと思うような感じにはならなくなった。なのでああいう人たちはすごいよね、鼻腔共鳴をもうえらい使ってる技術の持ち主ということで認定させていただきたいと思います。その鼻腔共鳴ですけども、ただ鼻に響かせたらいいっていうことではなくて、鼻に響かせてっていうと、その鼻先なのか小鼻なのかどこみたいな、鼻も結構いろいろあるよね、こことかこことかこことかってなってくるので、その範囲で行こうと思ったら、ピノキオ商法っていうの知ってる？こう、ピノキオってさ長いやん、鼻がその伸びた時の方ね、でそのでこっち側に持っていく感じに響かせてあげる。で、例えばその何ぬねの、例えばあなたあなたあなたっていう言葉、あなたが私を好きになったみたいな、あなたが私を好きになったっていう歌詞があれば、あなたがのな、そのがっていうのもガギグゲゴっていうところもガギグゲゴって結構きつい音になるのよね。なのでそのがっていうのも鼻腔にかなりかけてあげる。なのであなたが私を好きになった、あなたが私を好きになったのは、はい、こんな歌はありません。ただね、私が即興でやってみただけ、もう全然意味のわからん歌で、なので何ぬねのとガギグゲゴをちょっとイメージして、やってあげるとすごくいいかな。なので言葉本読んでてもなんか好きなフレーズとかあったら、そこをちょっとやってみたりとか、読むだけでもいい、それが歌わなくても、鈴木さんはリンゴが好きだみたいな、一つしか出てきてへんけど、七瀬さんは、七瀬さんではなく、何ぬねのの前に小さな N をつけてあげると、とってもその何ぬねのっていうのが鼻にかかりやすくなる。洋楽とか結構その、そうやね、R&B とか歌う人、あ、洋楽の影響めちゃめちゃ受けてんなっていう人は結構そこが強かったりする。例えば清水翔太とかでもさ、今さら帰れないよあの場所はとかなとかさ、私も昔よく歌ってた愛さんのストーリーっていう曲ね、こう、一人じゃな、一人じゃないからっていうのと、一人じゃないから私が君を守るからってやると、すごくこう空間がすごく入る感じの歌い方になるので、洋楽の人は本当に多いと思う。エド・シーランとか、私今お家でね歌ってみたりとか、すごく好きで歌ったりとかもするし、
そうだね。一人じゃないから君が私を守るから、守る、ここって別に美空のとこではないんやけど、その守るっていう風にこう平坦に行くっていうよりか、守るからあーっていう、その口の中の空間やね。このげんこつが入るぐらいの口の中の空間をしっかりとこう開けてあげて歌う、歌うっていうのは結構ね、いい、かっこいい感じで歌えると思いますので、ぜひともやっていただけたらいいなと思います。なので、何ぬねのとガギグゲゴ、これをまずマスターしてみましょうか。うん、喋り方でも全然 OK です。ほんとね、あのニュース読んではる人とか、今日はライオンがほえました全然出てけん、例え出てけんよね。なにぬねのがにぬねの、あ、そうね、発声とかもあるもんね。なので、なな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 、な天使にラブソングの映画とかもいいかも。なな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 、なな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 、なななとかやってるやんか。なので、なな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 なっていう曲とかさ、全部いっぱいあると思う。何ぬねののなななななで歌っちゃってもいいと思うし、まあ、それをちょっと練習してみてください。さあ、今日はですね、美空共鳴というところで、お伝えいたしました。私トミーはですね、ボイストレーナーやっております。で、またね、あの YouTube で生配信とかインスタで生配信みたいな、そんなこともねできたらいいかなと思いますので、ぜひともチャンネル登録もね、本当にじり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 上がってきておりますので、登録者数300人になった時にはぜひなんかライブをね皆さんにお届けできたらいいなと思っております。それではボイストレーナートミーがお送りいたしました。